はい、こんにちは。まなえチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん。ドラゴンボール挑戦士シールウェハースです。はい、こちらですね。先日、セカンドチャンネルで、ノーカットで超ゆるゆるに、2パック開封したんですよね。はい。そしたら、ドドリアさんとピッコロさんが出ましたね。はい。このシールがなかなか可愛くて良かったので、今回ですね、ボックス買いしてみました。うん。全部で20袋入ってるみたいなので、はい、今回は全部開けてみたいと思います。じゃあ開けてみましょう。はい、おお、すごい。お、こんな感じで入ってますね。はい、はい、パッケージは1種類しかなくてこんな感じだね、はい。こちらにスーパーサイヤ人ゴッドの孫悟空と、これウィス様でしょ、うん、で破壊神ビルスでしょ、でこれブロリーがいますね。はい、あの下にもなんかいろいろちょこちょこキャラクターがいるみたいですね、うん、ドドリアさんとかフリーザとか。そうだね、フリーザもいますね。じゃあどんどん開けていきましょうか。はい、いつも通りね、またウェハーが食べきれないのでこちらのジップロックに入れていきましょう。はい、はい、あ、早速ウィス出た。おお、ほら、よかった。うん、早い。お、クリリン出た。おお、あとでじゃあまとめて見ていきましょうか。はい、お、スーパーサイヤ人4孫悟空。おお、はい、お、ブルマ。おお、ピッコロさんまた出た。うん、お、フリーザ様。おお、フリーザですよ。ラディッツサイバイマン出た。スーパーサイヤ人ベジータ。おー、いいの出てるよ。亀仙人。ドドリア。ドドリア。トランクス。おー、トランクス。おー、ザーボンさん。おお、ブロリー。おー、ウィス。あ、またかぶっちゃった。これスーパーサイヤ人ゴッド孫悟空。おお、来た。ピッコロ大魔王。おー、今度はピッコロ大魔王。人造人間18号。おー、いいね。タオパイパイ。おー、じゃあ最後の1パック開けます。はい、お願いします。うん、いいの出るといいけど。いいの出る。ナッパ。はい、では今回出たシールを見ていきましょう。はい、まずこちらが1番のスーパーサイヤ人ゴッド孫悟空だね。うん、はい、いいじゃんこれ。うん、キラーです。うん、すごいね。これが1番。はい、で次が飛んで2番でなくて3番のウィスだね。うん、ウィスがこれが3番です。これもキラーだね。うん、そうだね。次がスーパーサイヤ人ベジータで、これが5番。はい、これもいいね。うん、6番のピッコロですね。はい、これは前持ってたから被ったね。うん、そして7番がスーパーサイヤ人4孫悟空。うん、これはね、ドラゴンボール GT のやつだね。うん、だから漫画にはないお話だからパパよく知らない、実は。はい、9番のトランクスですね。はい、はい、これもかっこいい。はい、剣でこれ切ってんだよ。うん、そして10番の人造人間18号。はい、もうなんか可愛らしい感じに描かれてる。そして12番がフリーザですね。あ、似てないな。あ、私がフリーザですよ。似てない。ザーボンさん、ドドリアさん、そしてナッパだね。うん、ナッパ、そしてラディッツ。うん、私はラディッツだ。全然似てない。サイバイマンですね。サイバイマン17番。あ、ピッコロ大魔王が18番です。はい、私がピッコロ大魔王だ。19番がクリリンですね。これ何の構えか分かる、えちゃん。キエンザンでしょこれ。あ、そして20番がタオパイパイ。いきなりこっから古くなったね。はい、あ、そして21番が亀仙人。はい、いいねこれもね。うん、こういう昔のキャラが出てくるのはいいな。そうだね。23番がブルマです。このなんかすごい可愛らしい感じになってるね。はい、うん、最後が24番ブロリーですね。これはね、うん、映画に出てくるキャラクターなんだよな。うん、これも正直パパは知りません。はい、今回ワンボックス開封してなんと19種類出ましたね。うん、素晴らしい結果じゃない。うん、あと5種類で、ウィスがダブっただけ。うん、すごいじゃん。すごい。このドラゴンボールのボックスすごい。すごい。だってさ、スターウォーズの超エクなんか全然集まんなかったからさ。そうね。これ素晴らしいね。はい、はい、でシールもなかなかいいので、はい、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、はい、あとね、このココアウェハースもすごい美味しいんだよね。あ、パズドラウェハースと同じですごい。うん、まだ食べてんだ。もうこれ。はい、はい、ということで今回はドラゴンボール挑戦士シールウェハースでした。ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、エイジン君がドラゴンボールを見始めてババ嬉しいよ。ありがとう。ね、子供の頃から始めてようやく今ドラゴンボール Z でベジータと戦ってる時でしょ。ベジータ戦ね。ベジータと悟空だね。サイヤ人編がもうちょっとで終わるというところで、この後はナメック星ですね。
はい、それと、マイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、最近ね、ライブ配信とかね、ゲームチャンネルでやるから、そちらのお知らせ、Twitter、はい、とかでそれはね、今やってますっていうふうに流してるので、はい、うん、見に行きたい方はですね、その Twitter をフォローしていただけるとよくわかるかなと思いますね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。